はい、というわけで今回もいつものようにデイリーボーナスからもらいましょう。なんか最近映してる時の PK はことごとく外してるような気がする。なぜだろう。左上、いや右上。あ、やっと入った。最後まではいかないか。あー、入った。ポジション、あ、そんなに進むの。あー、ランダムブースタートークンだ、欲しいな。はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、というわけで今回はイーフとやっていきたいんですが、先に言っておきたいと思います。今回はイーフとにかける時間がございません、なのでちょっとオンライン対戦やっている時間がないので、今日は進捗状況だけお伝えしていきたいと思います。なんとこの間の4連休1日1ゲームやったんですが、ちょっとユニコーンオーバーロードの方でね、ちょっと尺が足りないってことに気づいてですね、今回の土日いやゲームをやれる時間が1時間しかありませんやべ。なのでね、ちょっと今回は申し訳ないんですが、おそらく動画の半分が e フットボールの進捗、残り半分も FC25 の進捗、並びにパック引きだけで終わりたいと思います。ちょっと今回やっている時間がない、申し訳ない。ちょっとね、年末にかけて11月12月はマグがねちょっと忙しすぎるんでね、こうなってしまいます。しょうがない、もらえるものはもらっていく。で今ゲームプランではね、あの結局なんだかんだ取っといてよかったねっていう感じで山見今使ってますねあの J リーグ選手を使った方が ポイントが高いっていうのでね、今そうなってます。ちょっとカラフィオーリ見して、はい、なんとか頑張って今レベル7まで来ましたね。まだまだ時間かかりそうだな、これは。やっぱり選手の育成は本当にどうしよう。じゃあまずは契約の方から、今回なんかいろいろ来てるんですよね。こちら星4指名契約権の有効期限が近づいています。残り2日ってことなので、星4の選手ちょっと誰か取んなきゃダメなのか、使い方がわからないんだ、どうしたらいいんだ。そしてじゃあまず今回来てるのがエピック J リーグということで、ちょっと注目してたんですが、残念ながら阿部勇樹と田中マルクストゥーリオということで、ね、全く興味がありません。町田相馬、ただ畑中慎之介には興味があるんだがな。これは星4で取れないのかい、これはこれ取れないのかい。原口、佐々木、まあにゃん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 ときて J リーグの選手がいっぱい来てます。なんとゴールキーパーマテウス星3ということなんですけど、これ星3で取れないのかい、これ指名権で取れないのかい。ちょっと使い方が分かんないね。これはこのガチャ引かないとダメなんだろうな。マテウス欲しいな。で、こちらワールドワイド12月11月、もう11月過ぎちゃうとこだった。あら、久保くんさん、ヒザズサーやってますね。ヒザズサーはやったらもうアーセナルよ。アーセナル入んなきゃいけないっていうはい、そして、こっちも来てます。150連のやつですね。クライフ、トッティ、ストイチコフが来ております。その他なんか欲しいものはいない。まあバロ軍はいいなって気はするけど、その他は別に興味がないということで、ここら辺アーセナルじゃないのでもう興味なし。あの強い強くないじゃないから、アーセナルかアーセナルじゃないか、もうそれだけですから。
そしてワールドプレイヤーオブザイヤー2024ということで、これはあれですね、あのバロンドールノミネートですかね。あ、これは前回も言ったっけ。あ、これは前回も言ったな。じゃあいいや、スルー。そしてなんか無料で弾けるのがこちら、ハイライトスペインっていうのが来てます。これは4人しかいない闇が深い浅いっていうやつですね。センターバックナチョ、センターバックノルマン、センターフォワードオヤルサバル、そして CMF ミケル・メリーノということなんですが、メリーノマジで欲しい。ゴー。これ4人とも無料で弾けるのかな、それとも2人だけなのかな。頼むメリーノを弾かせてくれ。メリーノが出てくれたらもうそれで俺は終わりでいいんだ。オヤルサバル、違う。中身も見ない。はい、次頼む、来てくれ。メリーノしかいらん。頼むメリーノ取らしてくれ。なぜか分かんないけど2年前にやった能力の中にメリーノがいる。おいしょい。いやいや、こういうの引いちゃうんだよ、引いちゃうんだ。マグは、まあ、3分の1の確率でしたけどね今ね。はい、というわけでメリーノゲット。またじゃあ1から育てなきゃいけない人がまた1人増えました。しょうがないね、これはね。これはでも嬉しいやつ。あ、ちゃんと DMF も CMF も両方ついてるね。今アーセナル今のメンバーはちょっとね、ボランチもう DMF のところでメリーノ今使ってるんで、これはちょっと助かる。今ちょっとね、怪我人が多いからね、ちょっとフォーメーションが442になっちゃってるんで、ボックスなんですよね。だからちょうどいいかも。助かる、ありがとう。アーセナルっぽくできるよこれで。よかった、今日の一番の目玉でした。そしてこっちは、まあこの辺別に何にも。イサクはこの間 やられたなドンピシャヘッドやられたな。あんなことしてくるんだね。えもう本当にシンプルでしたけども、あんなにドッカーンと決められるとまあちょっと清々しいかな逆にね。はい、背番号なし。はい、もういらない、もういい。誰かも見せない。サントーニア見せちゃった。この辺は前も出てたよね。これが今回のかな？アースムーバー。指名契約権って書いてあるから、これで弾けるの？誰がいるのかは見せてくれない感じ？ダンバーン、ドフビク、カゼミロがいるそうですけど、これ押したらもう使っちゃうのかな？中身見たいな。6人、あと3人が誰かを見たい。見せてもらえないんでしょうか。見せてもらえないみたいです。ね、ちょっと分かりませんけれどもね、しょうがない。で、ここら辺が全部一新されたのかな。で、俺、星4使わなきゃいけないんだけどさ、いい選手いる？また見せてくれない。俺、あの、カードは何枚持ってんの？あ、ここか。星3が2枚、星4が6枚もあんの。あ、星5も2枚あるじゃん。で、星4は使えってさっきからもうしつこく言ってきます。じゃあ J リーグ見てみるか。さあ、ヴェルディの選手はいるんでしょうか。と。あ、だいぶだね。見ることできるんだね。星4。っていうのはマルシーニョ、サビオ、佐々木、この3人が星4で取れます。次に星3で宇佐美と田中と上福本が取れるみたいですね。なるほど、じゃあ星4で誰か取らなきゃいけないから
ちょっとこっちもじゃあ見れるのか。星4はこの中にいなかった。イザーク・トゥレ・ダンバーン・カゼミロ・ドフビク・オナナ、別にいらないだ。この中にアーセナルがいたらもう狙おう。今後はそれでいきましょうかね。で、じゃあ J リーグから取るか。あ、待って待って待って、全部見るって今言ったじゃん。もう忘れてる。トルコとブラジルはどうでもいいみたいですね、今のマグの感じからいくと。フェリックス・ドゥオ・ウドオカイ・ガブリエル・サラ・アレクサンデル・ジク・ジハン・チャナク・オリビエ・エンチャム・タウリアント・セフェリノーコメントということで、ブラジルリーグ、元 J リーガーとかだったら取りたいね。アニバル・モレノ、アレホ・クルス、ウィリアン、グスタボ・エンヒキ、アルトゥール・カイキ、エジソン・カリオカ、ノーコメントということで、どうしよう。結局見てもあんまり変わんなかった。じゃあ星4で佐々木くん取るわ、じゃあ。他に知ってる選手もいないし。取るわ。はい、というわけで獲得しました。コンピューター戦で使います。たまにJリーグの選手入れろってのがあるんで、そういうのでね、ちょっと、どうしてもね、そういうのが必要なら取ってもいいのかなって思いますね。そしてなぜか紙福元元ベルディだったんです。マテウス取れないなら紙福元取る。いい選手だったね。飛び出しすぎだけど、それもまた彼の個人技ということで許そう。上から目線で言いました。これ何？スタンダード選手チケット、なんか J リーグのチケットがありますね。あ、でも J リーグってあれなんだ。星1、星2、星3しかないんだ。いや、いいよ、これもう。スキップ、スキップ。なんかもうちょっと、あれなのかな。いい選手出てくるまで取っといた方がいいのかね。でもスタンダードだから別に大したことはないか。大したことなかった。選手が大したことなかったってわけではございません。ヴェルディの選手じゃなかったという意味です。あれ、なんか監督も増えた。あら、監督の方でもビエラがいる。サイドアタックとロングボールだって。ポゼッションだったら勝ったかもしれん。ポゼッションの監督求む。え、ジェラードはサイド？ジェラードがポゼッションだと？知らなかった。まあでもいいや。取らんのんかい。取らないのかい。はい、というわけでこれで終わりかい。アチーブメントにもね、なんかいろいろあるよ。これで終わっちゃうよ、今回の E フット。申し訳ないね。なんかいろいろあるみたい。ほら、あ、これをやればあれなんだ、またスペイン引けるんだ。じゃあやっぱり全部引けるかもね。カシマントラーズコラボみたいなのもあって、選手使えば安西光輝を起用しよう。あ、いた、ここに。あ、なんか元ヴェルディで選手が集まりそう。マッチパスってそういえば変わってたね、新しい。アダマ・トラオレ、チュアメニ、まあすごいのかもしれないけどさ、あれなんか値段安くなってる。え、750円でいいのこれ。
あ、さっき見たあの POTM がここで手に入るんですね。ほらブラジルのやつだったし、ほら。オナナドフビク、あ、アースムーバーとかいう風見ろとかもじゃあこれで手に入るの？風見ろはね入れてくれてないみたい。なんか多くない？うりゃ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 。え、これなんかも元取れそうじゃないこれ。あれ、こんなにもらえちゃうの？ 1?2?3?4? ?5?100 試合やれば元取れんじゃね？あれ、もっと？あれ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 ？これ今回買い替え？なんか元取れそうじゃない？だってなんか半額になってるよこれ。あ、あれ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 、ちょっと全部計算できないです。あれどうしよう、これ両方言っとくこれあれこれ今回どういうことこれ。え、これ元取れそうだよ。あれどっち？あ、初回購入時のみ半額。あ、今回俺初めてだからか。はあ、はあはあはあ、はあはあはあ。え、でもこんなにコインあったっけ今まで。あ、なんか俺ちょっとわかんない。わかんないわ。ここまでい、これ、あ、後払いでもいいんだよね、確かね。後払いっていうのもあれだけど。先に進んでから後で課金してもいいんだよね。よし、わかった。忘れなければ12月1日に課金するか判断しよう。どうせ選手は欲しいわけじゃないし。よし、じゃあどれぐらいマクが遊べたかで判断したいと思います。そういうのもありかな。はい、というわけで以上、今回のeFootはここでおしまい。というわけで申し訳ないが今回は遊べないで、あとなんだっけ、俺リセットされてたんだけど、今回でシーズン終わり。あ、またディビジョン級からなんだ。なんかもうやる気がやる気がなくなってしまいます。まあまあいいか、前回も1回しか勝ってないんだしね、ちょうどいいわ。というわけでじゃあここで今回eFootは終わって、次 FC25 のパック引きいきたいと思います。ちょうど今回は半々かも。一旦カット。わー、なんか来てますよ。うわー、なんかセンチュリオンズが来ておりますね。ちょっといっぱい見たいな本当は。うわー、なんかいっぱい、うわ、一瞬で終わり。はい、というわけでここからは FC25 でいきたいと思います。センチュリオンズとセンチュリオンズアイコンが来てるみたいですね。いやいやいや、これはすごいね。バロンドールウィークエンド、こっちもバロンドール。そうですか、そうですか。これはたまらんね。どっちも大変だ。さあ、なんか来てるかな。バロンドール制覇。あ、なんか、あ、やべえ、俺やってない。やってない、こういうの。あ、でもよかった、全部統一だ。その日中にやれじゃないからいいやと。よかった。センチュリオンズ。なんて読むんだろう。チーニーとでも読むのかな？っていう選手を取ろうと。こういうのはね、ちゃんと全部取れてます、今のところ。通勤時間でしか遊んでないんですけど、テザリングでちゃんと遊べてますね。あら、簡単なやつもある。これはね、全部次回のパックとして採用したいかな。今回は今あるのでパック引きしたいと思います。ただマイルストーンが終わっている。1個終わっている。こういうところも余すことなくいただいちゃいましょう。どこだい？あ、そういえばモーメントなんて終わったね。いや、ブロンズパックって言われてもちょっと尺もったいないから今度取るね
あ、まあこういうのは言っとこう。連携22ポイント以上にする。俺そんなの終わってなかったんだ。あ、アーセナルのね選手を取るようにしたからちょっと埋まったのかも。あ、200コインもらえるみたいです。もらえるものはもらっておきましょう。で、シーズン目標 FC シーズン、こちらも新しくなってるんですが、ちょっとね前回のあのシーズン報酬見てみると結構ね取れてないね。全然奥までいかない。多分ラッシュやってないからだね。これ結構今回きついね。ラッシュをやれるほどの時間はないので、ラッシュまでこれ目標に沙汰されちゃうときついな。靴なんていらない申し訳ない。あ、なんか選手もらえるんだったらもらいます。トレント、女子選手ですね。で、今ここまで来てんのか。で、ちょっとね前回ね20ぐらい結構うまくいかなかったな。あ、女子選手がまた手に入る。うわ、82以上とか欲しいな。トリッソ、もうこういう選手もねもらえるもんならもらいたい。85名パック、83、82、3名パック、こういうの欲しい。カーペンター、87、うわいいな。ここら辺が限界かな。20ちょい超えで終わっちゃったと思う、多分。あー、ここら辺まで欲しいな。あ、レンタルは全然いらないっすね。テュラム、うわ86とかもあるんだ、いいな。確実か、あー、うわいいな。87、うわなんだ最後。100名パックとかめっちゃ羨ましい。そっか、ここまで遊び倒すことはちょっと今のマグには難しいですね。このね、土日のサッカー動画を撮るのに時間がないって言ってんだからね、まずね1時間しか今ねちょっと尺がございませんので、マグの都合上申し訳ないんですが、で SBC に関してもねちょっとなかなか難しいかな。この間よくこれまでいけたね。あの道の選手取れたけど、あら、ダルウィン・ヌネス、この間はいいパス通されちったな。ガブちゃんがいなくなったら急にやられたな。まあここら辺に関してはあの結構ね81レートとか80レートとかがあったりするんで、それはね結構ね頑張ってクリアしてます。あれはね売ることができるパックなんで、なんとか頑張ってる。いいな、88とか、こんなの無理だな。今月下旬だっけかな、ブラックフライデーがあると思うので、そこではね、ちょっとね、毎回このゲーム買うと、そこでは課金してるんですよね。去年のブラックフライデーが、あの、アイコン確定だったんだよね。やっぱね、あの、ガチャ要素以外に、確定は大きいよ。確定でアイコン出るは大きい。なのでね、ちょっとそこは、ちょっとね、また課金しちゃうかもしれないね。だから、ブラックフライデーまでは、我慢我慢。はい、というわけでね、まあ、ここら辺ちょっと紹介はしたけど、ほとんどの選手取れないだろうね。で、エボリューションもね、結構、やってたりするんですけどもね。さあ、うまくいくでしょうか。じゃあ、ストア、今回の FC25。パック引きいきたいと思います。メガパックがありますからね。レアメガパックもありますからね。ただあんまり良さげなのはないのでね、コモンゴールドとかは動画外でやりたいと思います。というわけで動画外から先にやります。一旦カット。コモンなんか動画にしない
はい、じゃあ行きましょうか。こっからはじゃあ全部映すか。はい、というわけで これまで引いてきた、パックは全部入ってませんでした。ウォークアウトすらしないっていうか84も出なかった。いや、これは参っちゃったね。はい、というわけでスモールエレクトラム選手パック、これはトレありなので残しときました。これはちょっと出てくんないと困るな。ソン・フンミンとかハリー・ケインとか来てほしいな。来ないな。来ないな。ま、トレありなんで全部上行きたいと思います。シルバーも意外とね、シルバーは何かしら来る時があるので売れたりするんですよね。はい、じゃあ次75、5名パック、これもトレありですね。お、でもちゃんとこの画面までは来た。ゴールキーパー、ブンデスリーガ、ライプチヒ82。まあいいでしょう。もうちょっと高いの欲しかったけどね。あ、三笘がいる。三笘がでも大して売れないだろうな。大したことはないだろうな、そうは言っても。はい、次トレなし、80以上10名パック、これはちょっとウォークアウトなしは寂しいから、本当にここら辺でそろそろちょっと良質なのガンと来てくれないと困りますよ。来てくれないと。フォワードアルゼンチン、なんかいまいちっぽいな。どこ、83までは行ったけれども。あ、イカルディ、こんなところにいらっしゃったんですね。もう存じ上げませんでした。上には行かないんですね。全部ゲット。まあ SBC でね、結構82以下とかのも来るので、そういうのがね、あの SBC に流せるやつなんで。レアメガパック、 SBC 流しでいきましょう。さっきのスモールエレクトラムのトレアリとかは SBC の取るつもりもないやつからやりましたからね。いや、これはちょっとウォークアウトしてくんないかな。誰かわかんないけど、ニューヨーク87。よっしゃ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 、やっとやっと形にはなりました。いや、よかった。このままウォークアウトしないかと思いました。いやいやいや、なんとかなんとか格好はついた。あー、よかった。 TOTW が裏で1個ぐらいいてほしいな。それはいないんだね。で、これは上行かないやつね。はい、こんな感じ。はい、というわけで最後はもうね、トレありなんで本当によろしく頼みますよ。メガパックトレあり、これはちょっと熱いですよ。来てくれないと困りますよ。最低でもウォークアウト、カモン。まあスイッチ版なんでね、結構ねトレード出しても安いんだ。あの5万ぐらいだもんね、出てるアイテムね。マグモいっぱいトレアリに流したいな。ブラジルセリエ A、 うわ、なんかあんまり期待できなさそうだなこれ。ユベントスだけどどうですか。83は渋くない。ドーグラスルイスでした。そっか、残念、ウォークアウトせず。こんな感じ、全部全部上行ってくれ。これも売れるかな。
最安値で売るわ。48アイテム。はい、というわけでこんな感じになりました。今回 FC25 の方はしょっぱかったっすね。ちょうどこれで30分ぐらいじゃないですか。今これが多分課金のパックなんですが、ブラックフライデーになるとさっき言ったようにアイコン確定とかがあるんだけど、今はどう？今は86以上のベースイーヒーロー1名ということなんで、このヒーローパックは確定ですね。まあヒーローは別にいらない。選手1名は必ずレート85以上引かない。というわけでこんな感じになってました。まあ、今はね全然引く気はないけれど、そのブラックフライデーさんですよね、あれはちょっと美味しいんでね、マグでもアイコンが手に入る、ああいうのはなんとか頑張っていきたいと思います。あと2試合か。エボリューションもね結構やってはいるんですが、上の方はね課金ですね。ここら辺もね、ヒタリアン、はい、というわけで今回は申し訳ないんですがサッカー進捗状況のみの動画になってしまいました。30分ぐらいになっちゃったかな、ね、ちょっと申し訳ないですけどね、今回尺を取れなかった。でこの後サカツクを取らなきゃいけないちょっとね今回は土日ちょっと忙しくしちゃいましたね。あ、これはねレンタルだね、レンタルバロンドール、なんかただでもらえるやつ。だからこれで見ないとダメ。あ、今ガチャ引く前にやればよかった。これが今引いた選手たちになるんですが、進捗状況をお伝えするんだったらこれ引く前にやんなきゃダメだ何をやっとるんだ。色が変わるところあたりからかな、ここかな、かな、さっきこのトレントっての引いたと思うんで、この布タバレス、そしてここら辺が、今回の進捗状況でした。前回多分この道の選手を取ったところが終わりなんで、その後5人の選手を獲得しました。この辺はね、あの動画外で、しれっと遊んで手に入れた選手たちです。チームの柱とか報酬で手に入れた選手たちですね。はい、というわけで今回はここまで。今回の動画良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますとマグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。もう一回ということで、今回の当たりはこの87だけでしたね。ウォークアウト1人か、寂しいな。まあ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 しょうがないね。過去にはブラックフライデーでマグはソルキャンベルとかを一本釣りしてますからね。元アーセナルレジェンド一本釣り、今回も見せることができるんでしょうか。ブラックフライデーはでもまだまだか、あと2週間後ぐらいかな、3週間後、ちょっとわかんないですけどね、ちょっとそれはガチでやっていきたいと思います。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。引かないもんだね引かないもんだね、なかなか。